16番シュバルグラン、収まりました。スタートしました。おっとレイデオロ奇跡が遅れました。さあ1周目の3コーナーへ向かいます。クロコスミア、外からはアエロリット好ダッシュ、さらには4番スティーフフェリオ負けじと行きまして前3頭3コーナーをカーブ、あとは7枠の2頭です。アルアインベロックス3、4コーナー中間を通過、内に2番のスワーブリチャードが行って、そしてスカーレットからさらにはフィエールマン、中段外を回りますアーモンドアイです。さあスタンド前に入ってきました。先頭はここで15番アエロリット、リードが2馬身です。クロコスミア、スティッフェリオ、2番手3番手、そして4番手外13番アルアインが行って、タリオ、あと1枠2頭スワーブリチャード、スカーレットから大歓声、そして中段外にいます9番アーモンドアイです。ベロックス、内には6番リスグラシュー、あとは追走するフィエールマンが行って奇跡、さらにはサートゥルナーリアです。さあ飛ばしていきますアエロリット、 1000m 通過58秒5です。各馬第1コーナーカーブしてきました。行きましたアエロリット、リードを早くも4馬身5馬身で2コーナーをカーブしていきます。2番手が4番スティーフ・フェリオとなって、3番手クロコスミア、4番手が13番のアルアインで2コーナーをカーブします。あとは2馬身差、縦長になりまして3番エタリオ追走スワーブリチャード、さらには内1番スカーレットカラーがいて、外に中段にいます外9番アーモンドアイ、あとはベロックスが追走、そして3枠2頭フィエールマン、リスグラシュー、3コーナーへ向かいます。後ろから5番手に11番の奇跡がつけて、さらには後方にいますシュバルグラン、サートルナーリは後ろから4番手、残り 800m 通過、あとはレイデオロ、最後方は7番ワールドプレミアで、各馬第3コーナーをカーブしていきます。さあ逃げるアエロリット、アエロリット残り 600m 通過、リードがまだ5馬身6馬身、3、4コーナー中間、ポツンと追走4番のスティッフェリオが2番手、3、4コーナー中間を通過、そしてぐーんと13番のアルアインが差をつけていった、さらには今4番手、4番手に上がりました9番アーモンドアイ、残り400通過、第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいました。先頭変わって4番スティッフェリオ、スティッフェリオ、アーモンドアイ、間からはフィエールマン、フィエールマン、そして外からさあトゥルナーリア、おお外から6番のリスグラシュ、坂上がってリスグラシュが抜けた、リスグラシュだ、2番手さあトゥルナーリア、先頭は6番リスグラシュ、ゴールイン、リスグラシュです、リスグラシュです。見事に令和初のグランプリホースの座を手にしました、6番リスグラシュ、ダミアンレーン騎手です。